しょ、あれこんなにすぐつく。あーこれめっちゃむず。もうちょっと燃えやすい小枝くんとかが必要だったのかもしれないですね。ということでなかなか火がつかないんで助っ人に福田さん来ておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一度イベントで一緒になって、まあ、薪割りとか火つけるのとか、はい、講座みたいなやつするんですか。なんでちょっと今回このブッシュクラフトやりたいっていうので行ったんですけど全然火つかなくて困ってるんでちょっと教えてもらってもいいですか。はい、大丈夫です。お願いします。はい、もう早速なんですけどこれなんでつかないんですかね。これ僕の焚き火、これ空気の通り道が作られていないから。あ、なるほど。なんか、はい、木をこの太い木を横に置いたらなんかあの五徳みたいになっていいみたいな風に思ったんですけど、これじゃあちょっと空気不足ですか。空気不足ですね。で火は上に行くので、はい、ここに着火しても下には火は移らないんですよ。はい、だから着火は一番下なんですよね。は火が上がってから小枝を乗せていく、はい、そして空気が通るようにしてあげる、これが大事です。じゃあもう組み方からもうだから最初からちょっと間違えちゃってるってことですね。はい、やり直しましょうか。ですよね。まず一番簡単なのが井桁型と言って、はい、あの漢字の井戸の井ですね。あ、はいはいはい、はい、あれを組むイメージで大きいのをまず組んでいきます。はい、でこういう感じですか。あ、そうですそうです。こういう感じってことですね。そういうことですね。井戸の井ですよね。井戸の井です。はい、そしてここに着火剤を置きます。あ、はい、これらっすよね。はい、じゃあここから空気が入る、下から空気が入るようになってますよね。はい、はい、これなんか木の皮が燃えやすいっていうふうに聞いたんで木の皮とかこの下に引いてこうやってやったらいいのかなと思ってるんですけど、その方がいいんですけれども基本的に木の皮燃えるのは白樺ですね。失礼いたしました。すごい、私木の皮燃えやすいからとか押さえてました。煙しか出ないです。でも、宇田さん、置いてやった方が、はい、白樺だけなんですか。だいたい油分が多いのが白樺なので。ああ、そういうことなんですね。白樺は一瞬で。はあ、危ね。でここに火がついた場合、はい、はい、スターターで作るじゃないですか、はい、そしたらこの小枝たちを乗せていく、うんうんうん、その時にガッて乗っけちゃうと火は消えちゃうので。ガッて乗っけてました。乗っけてますよね。全然違うじゃないですか。ちょっと全然違いましたわ。そらつかないですよね。消えていきますね。なんで、え、じゃあここでジッジッジッてやっていけばいいってことですか。ただついたらすぐ一瞬で燃えちゃうんで、はい、もうこれの準備をしてみた方がいいです。どれを乗っけていこうかなっていう。もうイマジネーションです。そうですよね。ついたらこれを乗っけてこれをこう乗っけていくっていうイマジネーション大事ですよね。大事です。僕もそれは知ってたんですよ。それは知ってたんですけどね、全然いざついたら何にもパッと乗ってるんですもんね。これ乗せる前にこういう今だったら落ち葉がすごいあるので、はい、落ち葉をふわってやっちゃう。なるほど。こんなもんでいいですか。もっとあったほうがいいですか。着火するときは遠慮なくがっつりやったほうがいいですね。ああ、じゃあこれ足りないですね。手のひらぐらいじゃ。じゃあここ、これでもうやっちゃっていいですか。もうやっちゃっていいです。で、これ乗っけるとか、そっか。一番初めにこれを乗っける。はい、了解です。ふわっと乗っける。こうっすね。はい。いきますよ。散らせる感じで。いきますよ。さっきついてますよ、ね。緊張してんの。いや。同時に、左手で引く感じ。あ、そうです、そうです。そうです、そうです。すっげえ。マジで。ちょっと待ってね。来てますよ、来てますんで。これもうちょいあってもいいんですよね。全然あった方がいいです。全部入れちゃっても、ね、つきやすいですよ。ゆっくりゆっくり落ち着きながら。ゆっくりですね。はい、消えましたね。消えました。あ、消える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 。ゆっくりゆっくりゆっくりですね。落ち着きながら、そうです。火を育てる感じで育てていきます。でその時に葉っぱで空気をこう入れるのを防いじゃったら消えちゃうんです。なるほど。フーフーしながら完全に。ここまだ生きてますよね。死んだと思いますよ。あ、死んでます。ここ、あ、生きてます。まだ生きてます。生きてます。生きてるところを息をかけながら、よし、よし、よし、いいですよ。
頼む。バズって始めやっちゃいました。これ死んでますね。死にましたね。もう一回やらせてください。はい、行きます。焦らず。おっしゃ。これでゆっくりする。火が大きいうちにそれも入れながら、今度枝も。枝もですね。枝もちょっとこう調整しながら。育てましょう。あ、頼む頼む頼むよ。あ、いいよ。いいですね。枝ですね。枝。大丈夫よ。大丈夫よ。落ち着いてこう。あ、火。ですね。風タイミング逃しましたね。ああ。まだついてますよ。おしゃ。でここでまた火育てて来てよ。あ、やば、死んだかも。ふふふふ、してください。敷きます。あ、うわ、死んだじゃんこれ絶対。ふけ、いきますよ。あ、ご臨終ですね。死にましたね。そしたら、はい、もうちょっと火を長く行かせたいので、はい、フェザースティック作りますか。そうっすよね。着火した後にフェザースティックを置いたら火の持ちが少し良くなるので、はい、フェザースティックはこの木をですね、こうナイフで削っていくんですよね。ナイフで削って、こうなんかポワンポワンにするというか。綺麗じゃなくてもいいんですよ。要は細かくなってればいいだけなので、うんうん、ごぼうのささがきみたいな。そう、でも削り切らずにこう残していくんですよね。フェザースティックですか。はい、はい、頑張ってください。うわー、忘れてた。こういうのの方がいいですか。これは多分広葉樹なので難しい。はあ、なるほど。広葉樹乗ってきたので。うわー、すいません。これで深いですね。奥深いですね。奥深いですよって言えなかったですもん。奥深いですね。すいません、ありがとうございます。気持ちいい。こういう、ここでブッシュクラフトとかやる人で、すいません火つかないんですけどって聞く人っています？います。あ、いるんすね。普通いますよ。あ、じゃあ僕は恥ずかしい行為はしてないです。全然です。これは恥ずかしくないです。あー、よかった。それは経験です。一回じゃできちゃってる人の方がやっぱ珍しいです。あ、そうなんですね。こんなもんすか。こっち側ぐらいですね。こんぐらいですね。もうちょい細くてもいいぐらいです。もうちょい細くしますね。したらその半分ぐらいでもいいぐらい。どれぐらいの細さ。割り箸ぐらいってことですよね。鳥の毛のように。あ、そういうことですか。はい、羽根の。じゃあちょっとやってみますね。下手なんだよな。削っていけばいいんですもんね。はい、フェザースティックしてみます。こんなのいいんですか。うん、大丈夫です、上手です。コツとしてはここを削ると角ができますよね。はい、その角を削る。はぁ、そしたらまた角ができますよね。はい、その角を削っていく。なるほど、角角削りってことですね。角角削り、回しながらやったんで。そうです。うわ、すげえ。なるほど、おもろ。すごい上手ですよ。ありがとうございます。嬉しい。はあ、なるほど。うまい人ほんと綺麗にやりますもんね。削れてっちゃう。フェザースティック今までで一番うまくいきました。朝日も使えるここからもう着火するできる人もいるんですよ。ふわふわに作れる。あ、そうなんですね。やば。そう、めちゃくちゃすごい人っすよね。もうすごい細かく。えぐっ。フェザースティックだよ。メモってたんだけどな。
朝日もあります？朝日もあったりします。すいません、全部使っちゃったんですよ。あ、そうなんですね。ほどけばあります。あ、ほどいっていいですか？僕ほどきますんで。こういうのあればこうやってやるだけです。はあ、なるほど。でこれ切れちゃうんですけど、はい、切れちゃっていいんです。切れちゃうぐらいにいいと思います。できなくて、まあ、ラスイチの麻紐でうわぁめっちゃプレッシャーかけるじゃないですかできなかったら焚き付けになっちゃいます。いやいや、ちょっとダサいっすよね。それはこんなにご情報も発信しまくってんのに島で一人でやっと探して麻紐見つけたんですよ。気持ち乗りますね。これを逃したら火がつけれない。今日夜嵐です。うわってことですね絶対火つけないとダメってことですよね。しゃ、わわわ、すごい、全然違う。福田さんのと全然違う。いや、こっちも細かいですもん、やっぱ。いきますね。この麻紐を空気取りやすいようにまずセットして、木を横にやって一番下ですね。麻紐を一番下にして、でファイヤースターターで火をつけたら、落ち葉いっちゃった方がいいですか？先にフェザースティックですね。あ、先にフェザーかまして、こういう形になってる。こういう感じですか？でフェザーかまして、その後に落ち葉とかも入れてった方がいいですか？あと小枝とか。ちょっと大きいので、さっき見てると空気の入りを抑えてたんで。あ、なるほど。じゃあフェザーで、むしろ下に引いちゃってもいいですか？あ、OK です。はい、じゃあこれでやってみますね。じゃあいきますよ。これが終わったらシートですね。これでフェザーね、これでついたらフェザーをゆっくり置くと。いきます。よし、来た。焦らず、ゆっくり。完璧です。これでいきましょう。たら死ぬんだ。あ、入れすぎですかね。風です。優しく優しく。やば、死が待ってる。ごめんなさい、そうっすよね。もう消したくなさすぎて無言になってしまいました。どういう状況か。これがですね、ようやく今僕が喋れるぐらい火がついてきましたね。これもう完璧みたいなところありますよね。ありますね。こっからはなかなか消えないですね。おっしゃ。だからこれらを、はい、ここ縦に置きましょう。あ、ここ縦ですか？はい、そこです。もっと感覚に近く、はい、はい、そうです。つつついてってますよ。これも鋳型にしていけばいいですか？こいつ避けた方がいいですか？いや、避けなくていいです。あ、いいっすか、うん、うわ、めっちゃついてきてるじゃん、うん、聞こえます？パチパチ音。こいつでも大丈夫ですか？大丈夫です。うまっ、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 すごっ。こんにちは。こんにちは。もうまたここも歩いてる。あ、そうなんですね。コースなんだ。え、めっちゃおもろ。
いいですね。これ自分で起こした火ってなるとこうまた格別ですね。火力が難しいので、いやですよね、すぐ起こりますよね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、助かりました。本当に助かりましたね。先ほど福田さんからいただいた木でね、結局もらってる結局もらった木ですけど、菜箸です。これ菜箸作ってきたんで、それ食べるんですよ。そうです、これで食べますんで。じゃあレッツクッキングですかね。直置きでいきますよ。火加減難しいんですよ、直置きって。せっかくだから全部焼いちゃうかい。焼いちゃいますか。ワイルドやね。ワイルドでいきますよ。手でね、こうやって。手でこうやってね。手でこうやって置いてですよ。よしよしよし。うんうん。これでね、自分で作った菜箸で繰り返していくわけですよ。そうだ、いいものあるんだった。このスパイスをもうたくさん持ってきたんですよ。葉と塩っていうブルーベリーの葉っぱを使ったスパイスというか、まあ、塩なんですけど、ブルーベリーの葉っぱと塩岩塩、これがねまた美味しいんですよ。さ、そんな言ってる間にベーコンの方は、うらー、いい色ですよこれ。ほらカリッといきますよ。これもうひっくり返しますよ。声がでかいな。火加減が、よいしょ、あーなるほどね、火加減が難しいっすわ。10いっちゃいますよこれ。火強くしていきますね。こういうのやりたかったんですよ。3箇所目かではあるんですけど、ちょっと名前変更しないといけないかもしれないですね。金子智也の教えてキャンプ技とかの方がいいのかもしれないですね。今回思いましたけど、もう本当に何にも分かってないので、また今回そういう先生みたいな感じで福田さんにいろいろ聞いてね、まあ、福田さんだけじゃないですけど、いろんな方にちょっと教えてもらって、すいません、僕がちょっと浅はかでしたけども、あのみんなで学んでいこうっていうことにしましょう。反省の涙ではないです、すいません、煙なんですけど、すいません、本当にすいませんでした皆さん。さ、どうかな。あ、でもいい感じじゃないですか。ちょっとこれがまだ生煙ですけど、ね、ちょっとここで火通してあげて、ね、うんうん、ベコエクがいい感じなので、こちらの葉と塩、私のおすすめでございます。古産品種ブルーベリーの葉と塩、これがね、なんとも酸っぱい感じではないんですけど、うわ、めっちゃうまそう。ふぅわお。あ、でも全然いい感じ。いただきます。うまっ、ベーコンめちゃうま。うん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 、うん、まあ、直火、いつも焚き火台で焚き付けを使ってやってたところを、こうやって直火で、しかも焚き付け使わないでやりましたけど、まあ難しかった。けど
本当につけれるんだっていう気はしましたよね。だ今後もちょっと、まあ、直火じゃないにしろ焚き付けに頼らず火はつけていきたいなと思いますけど、あのねやっぱ苦労した分火が可愛く見えますね。うん、ソロキャンをねやれたらなと思いますけど。